はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は難関校の算数、筑波大附属中学校の公倍数の問題です。この中学受験さくららチャンネルは、この私滝谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウを全て公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では早速やってみましょう。筑波大附属中の公倍数です。内側の五角形と外側の七角形の頂点に書かれた黒石の碁石が、図の1から1秒に1マスずつ、さあ図の1から1秒に1マスずつ時計回りに動きます。直線 A 上で2つの石が2回目に並ぶのはほにゃ秒後、10分間動き続けると2つの石は直線 A 上でほにゃかいに並びますと。さあ、じゃあもう一回確認します。さあ、内側の五角形、ここに碁石をね乗っけていく。外側の七角形の頂点に書かれた黒石の碁石、この図の1から1秒に1マスずつ時計回りに回っていく。だからここが黒、今の黒石が、これはスタート地点で。で、1秒、2秒、3秒、4秒、5秒、6秒、7秒。で、8秒、9秒と動いていきます。で、ここがスタートです。ですから、1秒で1秒、2秒、3秒、4秒、5秒、6秒という。で、この時に、直線 A 上で2つの石が2回目に並ぶのはほにゃ秒後です。これはまあ、そのここから1、2、3、4と並んでて6。だから今度ね、7、8、9、10、11、12、13ですよ。ここに来るのはね、何秒後かっていうと、七角形の方は7で割ったら余りが6秒ってことなんですよ。そうですよね。6秒。次13秒です。次20秒。7で割ったら余りが6になる。秒ごとにこの A のラインに来るわけです。で、そしてこの五角形の方はというと、今度5で割った時に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。余りが3っていうね。その時に A に来るわけです。で、これ両方、両方になるのを数えればいいわけです。そうすると最初ね、7で割って6余るのは6、13、20、27、34、41、48、55、7、9、63、62、69、76というふうに。さあ、5で割ったら余り3秒ね。まず最初3、8、13、これで1回目ですね。18、23、28、33、38、43、48。48秒後に、同時にこの直線 A のラインにピーンと来るわけです。だからまず1番はこの48秒後ですね。で、2番、10分間動き続けた時に2つの石は直線 AB 上でほにゃかいに並びます。ね、13だったら、その次は3と5の、5と7のね、最小公倍数の35秒後なんですよ。次はまた35秒後の、83秒後かな。で、まあ、こうやって数えていってもいいんですけれどもね、まあ、時間との戦いっていう意味ではね、10分間は600秒です。
さあこの時600秒の間にこの35の倍数がいくつあるかね、ちょっと調べます。600÷35 は17余り5ですね。つまり35の倍数がね、17回600までの間で、余り5ですから最後の倍数は595秒後ですね。でこれが17回目の35の倍数なんだけど、その35の倍数のね、35の倍数の13だから22秒前にそれぞれと、同時になってるはずなんです。48もね、70という35の倍数の22秒前なんですよ。83秒だったら105のという35の倍数の22秒前なんです。つまり35の22秒前に1回あって、でこれが1回目の35の倍数、17の17個目の倍数が595ですから、これの22秒後、572秒後で、じゃあその次にはどうなるかというと、572足す35すると608になって、607になっちゃう。608か。これ22引けばいいの ?22。だから573だね。573秒後でしょ。これが17回目ですよ。で、その次は608秒後は18回目ですから、17回目までね。17回なら。まあ、一見まあ難しそうですけれども、7で割ったら6余る、5で割ったら3余る数の合う数っていうのがいくつあるか、何秒後かってことですね。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。